皆さんこんにちは、立花さりです。じゃん。ガンダムを一度も見たことがない私がファーストから見始めてみたという企画をスタートします。私一度もガンダムを見たことがなくて、ガンダムが人気だっていうのはもちろん知ってますし、ガンダムファンの方がたくさんいるっていうのももちろん知ってますし、その前にガンダムのお豆腐とか出てたりとか、あとガンダムカフェっていうのがあったりとか、あとガンダムっていうそんな存在はもちろん知ってるんですけど、あともちろんいつか見たいな、いつか見たいなってロゴに撮っておこうかなとか、それぐらい大切に撮っておいたわけじゃないんですけど、どういうタイミングで見ようかなとかずっと思ってて、で2021年今年の6月11日に機動戦士ガンダムの最新映画が上映されるっていうのを知って、先行のハサウェイっていうのが上映されるっていうのを知って、調べたんですけど、ガンダムって1979年からアニメがスタートして、で79年ですよ。で今2021年って79年からずっと人気で、今年また新たに最新の映画が上映されるってすごいなと思って、であと先日アニメ書店に行ったんですけど、アニメ書店でもこうガンダムの展示がたくさんあって、でガンダム全く知らないし見たことないんですけど、わからないなりにこう見てて、ああガンダムってすごくこう熱い作品なんだなって思って、でさらには私 DMM オンラインサロンで立花さりのスタンディングオベーションっていうオンラインサロンをやってるんですけれども、でそこで先日配信をした時にサロンメンバーの方々から、こうガンダムはもうものすごく面白いから絶対見た方がいいよってとても熱い推薦をおすすめしてもらって、じゃあせっかく最新映画ももうすぐ上映されるし、これを機に見始めてみようかなと思って、でどうせ見るならこうやって見た感想とかを動画にアップしていこうかなと思いまして、このガンダムを一度も見たことがない私がファーストから見始めてみたというのをスタートしたいと思います。で早速今1話を見ました。でこう見ながらメモを取ったり感想をここどうぞみたいなのを書いたりしたので、そういうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。で記念すべき第1話、機動戦士ガンダム1話をネットフリックスで見ました。で第1話のタイトル、ガンダム大地に立つびっくりマークびっくりマークなんですけれども、ガンダム大地に立つ、大地に立つっていうことはどう立つのか、こう今まで横になってたものが立つのか、それとも大地に立つだから宇宙にあったものが大地に初めて立つのか、それとも何度も立ってるけどこのガンダム大地に立つ、そのものすごく意味のある立つっていうのをこれから描かれるのか、どうなのか、どういう立つなのか、大地に立つ、ガンダム大地に立つ、びっくりマークびっくりマーク、どういう意味を持った立つなのかっていうのをちょっと見る前に、どういうことなのかなっていうのを考えながらスタートしました。でスタートを押すと、まず最初青黒い丸いものが映ってて、で、まあ、惑星なのか未来の地球なのか何なのかも分かんないんですけど、右端の方でですね、こっち側がボーンってこう 爆発なのか何なのか、白い衝撃音みたいなのとともにボーンってなって、この丸に沿って半分ぐらいピコーンってこう光るんですよ。その爆発の衝撃がここまで来てるのか、それは今起こったことなのか未来で起こることなのか、何なんだろうっていうところからオープニング曲が始まります。でオープニング曲は
もうガンダムを見たことがない私も知ってる、おそらくみんな知ってると思うんですけど、燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダムって、あ、オープニング曲なんだっていうのと、ここで流れるんだっていうのも初めて知ったのと、あとなんかちょっと驚いたことがあって、その音楽流れる前にポポンポポンポポンみたいな、なんかね伴奏みたいなのがちょっとあるんですけど、その音があられちゃんのこうポポンポポンポポンの音程は違うんですけど、音質っていうかそれがまるきり同じで、なんかあられちゃんのイメージがあるからなのか、なんか結構ポップなあられちゃんのオープニング、あれオープニング曲だったっけ、ポン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 チャランチャチャランチャあチャーンチャーンポ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 ンチャー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 ンチャランチャチャランチャンってなりますよね。それとね同じ音のやつがね、音程は違うけどそれがちょっと流れるんですよ。だからなんかねあのちょっといい持ってたイメージの音と違うものが来たから、なんかちょっとワーオって思えたっていうのだけ、まあ関係ないと思うんですけど、全然関係ないと思うっていうか全然関係ないんだけど、それをちょっと思いました。で歌詞がさ、燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダムでしょ。もうガンダムはさ燃え上がってたらダメでしょ。でもその物理的な燃え上がれのことを言ってるんじゃなくて、こう戦うでしょ、ガンダムってロボットのことを言ってるわけでしょ。でその戦うにあたって闘志を燃やせみたいな、そういう意味の燃え上がれだと思う、まあ、そんな深く考えてなかったんですけど、燃え上がれガンダムってことに対して。でもなんでそれが考えちゃったかっていうと、その次のサビの部分では歌詞が蘇る蘇る蘇るガンダムなの。蘇るっていう言葉はさ、その一度死んだりとか、なんか何か無じゃないけど、なくなっちゃって再生して再び蘇るとか再生とかってことだと思ってるんですけど、だから燃え上がれ、だから燃え上がって蘇るって来るとどうしても不死鳥みたいな、こう一度死んで灰になってまた再生して蘇るっていう、なんか後々そういう話になっていくのかなとか、全然関係ないかもしれないですけど、こう知らないがゆえに変なこと想像どんどん違う方向に想像膨らんでいっちゃってるのかもしれないけど、なんかそんなことちょっと思ったんだけど、どうなんですかね、どうなっていくのかなっていうのも込みで見ていこうと思うんですけど、燃え上がれ蘇るどうなんだろうっていう感じです。でオープニング見てたら、企画日本サンライズ原作矢立はじめさん富野由悠季さんっていう文字が出てきたりとかして、あ、そうなんだって思ったり。でオープニングが終わりまして、第1話ってこういう時代でこういう状況でこういう場所ですっていう説明があったりするじゃないですか。でちゃんとそういうのがあって、そこで映像とともにですね、言ってたことが、増えすぎた人口を減らすために宇宙に移民して半世紀過ぎって言うんですよ。だから地球に人がいっぱいになっちゃって、地球じゃもう住みきれなくなって宇宙に移住できてるんですよね。で宇宙に移民して、しかも半世紀過ぎてる、すごいですよね。でその地球の周りに人工都市があるんです。でそこに移住っていうか移民、こう地球で住みきれなくなった人々がそっちでも住めるようになってる。
でそれが宇宙世紀0079っていうらしいんですけど、宇宙世紀、今令和3年西暦でいうと2021年なんですけど、宇宙世紀0079って何年なんだろうって思いながら、でさらにサイド3っていう地球から最も遠い宇宙都市をがあって、それがサイド3っていうんですって。サイド3があるってことはサイド2サイド1もあるってことですよね。でサイド3がでも地球から最も遠い宇宙都市なんですって。でそのサイド3がジオン公国と名乗り地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。なんで同じ人間ですよね。地球に住んでた人たちが移民して、でもその地球から最も遠い宇宙都市のそのサイド3がジオン公国と名乗ってってことは、サイド3とジオン公国はイコールで、その人たちが連邦、地球連邦政府に独立戦争、私たち独立するぞって戦争を吹っかけてきたってこと。なんでかはまだ分かんない。なんでだろうね。で1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦国は総人口の半分が死亡、死んでしまう。めちゃめちゃ激しい戦いですよね。ジオン公国と連邦国の総人口の半分が死んでしまうんだと、もう地球でもう住めるぐらいなんじゃないかとか思うけど、でもきっともっといっぱいね、宇宙世紀0079だからもっとさらに人間が増えてるんですよね。でもその半分がなくなってしまう、死亡してしまう。そんな激しい戦争で結構やばいなってなって、戦争は膠着状態に入り8ヶ月余り過ぎたそうです。その1ヶ月で半分なくなったけど、戦争膠着状態に入ってさらに8ヶ月経ったのね。でそこでやっとタイトルが出ます。バーン、黒字に白文字でガンダム第一に立つ、びくりマークびくりマークが出ます。でそこからお話が始まっていくって感じなんですけど、一番最初に宇宙空間みたいなのが出てて、緑色のなんかが浮いてんですよ。でよく宇宙空間だとこのこう宇宙服の中の音みたいな、こうこうみたいな音が流れてて、でじゃあモビル違う、あの緑のスーツ、アニメ見た後だからそれがモビルスーツっていう名前だっていうのは知ってるんですけど、その最初見た時は知らないから、その緑のやつに人が入ってるの、人が入ってて、でその空気の音なのかなみたいなのを表してるんだよねきっと。でその緑のあれが3つだよね、あって、でピンクのライトなの目なのかわかんないんですけど、おそらくこの丸いのがあって、それが向いてる出てる方向にこう見てんだろうなっていう感じをがわかるんですけど、その緑のやつはこういうこの T シャツみたいな色なので、ピンクのライトでピンクとこのよもぎ色で、なんか色合いはすごく可愛らしくて、なんかあのうぐいす餅と道明寺みたいな春の和菓子っていう感じの色合いなんだけど、でそういつら宇宙を漂っててどっかに着地するんですけど、着地する時の音もなんかいいなって感じで、でどっか開いてそこを入ってったら結構高いところに出て、その下はもう生活空間っていうか、こう地球じゃないけどこう人が住める感じの緑とかもあって、でこう1体はそこに待機しろって言われてて、2体がビューンって降りてくるんだよ。で降りたら鳥とかも飛ぶんだけど、
鳥居とかも、それがあれだよね、人工都市だよね。で鳥もいるんだっていうのとかも分かって、でなんか探してるところに緑色の女の子が登場して、でその女の子の、その女の子の方にお話ぶんっていくんだけど、女の子がアンブローみたいなことを言いながら家に入っていくんだけど、その女の子の名前がフラウボーなんですよ。でネットフリックスで字幕付きで見てるんで、あのネットフリックスで字幕付きで見ると誰がこのセリフを言ってるのかっていうのも出てくるので、そこにフラウボーアムローみたいな風にカッコフラウボーアムローって出てくるの。だからこの子フラウボーってこんな名前なんだなっていうのが分かるんですけど、フラウボーって名前さ、これ反対にしたらさ、なんか生き物の名前になるけど、でも、まあ、それは置いておいて、でそのフラウボーの近くに丸い緑色のやつがあって、それはハロっていうんでしょ、それは知ってるんです、ハロのっていうんだっていう知識はあるんですでそのハローがさ動くたびになんかピョコン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 みたいな音が鳴るんですけど、かわい、それかわいいなと思って、であれ飛んでるのハロは、でアムロの家にフラウボーとハロ入ってくんですけど、アムロは自分の部屋が2階にあるのかな、でハロが階段登るんですけど、この丸い球体のここの部分がパカッて開いて、そこから手が出てきてこうやって登るんですけど、ハロさあれ浮いてるんじゃないんですか、浮いてるんだったら別にそんなことしなくてもピューっていけるんじゃないかなとか、ジャンプでもピョンピョンっていけるんじゃないかなとか思いながら、まあこう階段はこうやって登るんだっていうのがなんか、まあ、全部含めて可愛いなって思ったのと、でこのフラウボーっていう女の子がこうアムロの部屋に入ってて、まあなんか仲いいのね、フラウボーとアムロはどういう関係なのか、まあ、友達なのかなと、幼馴染なのか何なのか、でアムロが何歳なのかフラウボーが何歳なのかもちょっと分かんないんですけど、まあ仲いいんだなって、フラウボーは結構アムロに世話焼きというか、こうなんだろう、面倒見のいい子なんだなっていう感じなの、そこのシーンね。でアムロがここで出てやっと出てくるんです。でアムロをもちろん知ってて、でなんかほらアムロの名台詞とか、あと懐かしのアニメ名シーンとかってよくテレビ番組あったりするじゃないですか。そういう時にそのアムロのがなんか喋ってるワンシーンとか、ガンダムのワンシーンとかもちろん見たことあるんで、聞いたことのある声でアムロが喋ってる、アムロだみたいな風に思いました。でフラウボーがなんか避難警告出てるからダメじゃない、用意してないのみたいな感じで、ご飯も食べてないみたいなこと言ってて、でアムロも、えそんなこと、ああそれって避難警告だったんだみたいな、なんか一生懸命やってるのよアムロ。だから結構熱中しちゃうと周りのことをあんま、集中力がすごいんだなアムロはっていうのが なんとなくそのこのシーンから思って、でフラウボー先行ってるからアムロ早く用意していくのよみたいな感じで、まあ面倒見のいいお嬢さんやっていう感じなので、フラウボー外出てったらさ、あのアムロのお家のお向かいさんのお家から男の子が出てきて、ハヤトくんっていうらしいんだけど、フラウボーがハヤトくんに、こうダメじゃないお向かいさんなんだからアムロにもちゃんと避難警告のこと言ってよみたいなこと言うのよ。でフラウボーはもう車に荷物とかも積んであってさ、運転席に誰かいて、でなんかそこでの会話でさ、どうやらハヤトくんはアムロのことをちょっとよく思ってないみたいな感じのと、
あとすごく気になったのが、隼人くんなんか持ってるんだけど、あれ柔道着かな、柔道着ってさ、柔道着にこう帯巻いてこうやって持ったりします？こう昔の大学生みたいな。でしかも黒帯なの。柔道、空手も帯とかあるの、まあ、わかんないんですけど、隼人くん柔道してるのかなとか、黒帯、しかも黒帯なのかなっていう、全然違うかもしれないんですけど、なんかそういうもの持ってる。あとあと隼人くんは柔道の技みたいなの やったりするのかなみたいなのをなんとなく思って、であの人お母さんなのかな、お母さんみたいな人に隼人って呼ばれて、いやうん行くよみたいな感じで言って車に乗ってビューって先に避難する。でそこしてたら安室が車乗って出てきて、安室車運転できる年齢なんだっていう、安室しかも運転免許持ってんだっていうのと、赤い車乗ってさ、でフラウボーもそこにシュッて乗って二人で避難しにビューって行くんですけど、でその避難する車乗るでしょ、でこのフロントガラスの右上の部分がピカーンって光ってるんですけど、なんかさそれがこう昔のアニメの輝き方っていうか、こうアナログとかじゃないんですけど、なんだろう、今だとさもっと なんかこうペカってなってテラーみたいなに今のアニメーションだとなるじゃないですか、じゃなくてこうなんかねこういうね白い輝きみたいなのがずっとなってて、あーなんかこうフロントガラスだからね、こう太陽光に当たってかこうピカってなってんだなっていうのを表現されてるんだなっていうのがなんか、あーなんかいいなって思いました。こう新鮮というか、うん、思いました。でそこからそう車がね左ハンドルだなっていうのがちょっと気になったんですけど、まあ、日本じゃないから、え左ハンドルが外国の車でしたっけ、で安室のいい車に乗ってるのかなみたいなのと、その隼人くんの車がどっちにハンドルついてたかちょっとどっちだったかなとかで、あと法定速度が40キロって出てて、あちゃんとそういうのも設定されてんだなっていうのを思いました。でそこから場面が変わって、この戦なんか新鋭戦艦みたいなのが出てくるんですよ。でこの艦とガンダムが完成すればジオンを打ち壊せるっていうセリフが来る。でやっぱりさジオンを打ち壊せるっていうことは連邦国側の人たちでしょ、でやっぱりジオンを打ち破りたいだなって、こう仲良くはできないんだなっていう、で打ち壊すために何か作って完成すればってことはまだ完成してない、その戦艦とガンダムじゃんっていう、ここでガンダム出てくるんだなっていう。でその新鋭戦艦みたいなのが移送されてるんです、宇宙空間からどっかに移送されてるのか収納されてるのかなんですけど、新鋭戦艦だから新しいやつで、そのそれを表現するためにその運ばれてるやつがピカピカなの、そのピカピカの表現がさピッカピッカキラキラみたいな、こう白いのがねこう運ばれてるところのね隅をねピカンピカンピカンみたいな光ってるの、それがピッカンピッカンって光ってて、あーなんかあーかわいいかわいいというか、なんかそのなんかいいなと思いました。で場面変わって全身白で紫色の髪の毛の人が出てきて、誰と思ってたらその人は安室のお父さんで、名前がテムレイタイで、ね、自分の部屋なのかな、あそこにアムロの写真飾ってて、ああ息子思いのお父さんなんだなって思いながら、でそこに
ブライトくんっていう緑色の髪の人が出てくるんですけど、19歳らしいんですけど、めちゃめちゃしっかりしてて全然19歳に見えなくて、でねえ、まあなんかこのブライトっていう人が後々も出てくるのがわからないんですけど、あのそこでテムーさんがこうガンダムを量産できれば若者が実戦に出なくても戦争が終わるみたいなセリフを言うんですよ。で今のこの現状だと若者が戦争に駆り出されちゃってるんだっていうのと、あとガンダムってなんで作られたかって、その若者たちが戦争に行かなくてもいいようにガンダムを作れば戦争が終えられるって、そういうのも込められて作られたものなんだなっていうのを初めて知りました、うん、で場面変わって次にシャアがここで出てくるんですよ。シャアも知ってます。赤い服で白のヘルメットをかぶって、こういうあれ前が見えてるのかなっていう、あれは何だろう、これはヘルメットと、これ何、バンダナじゃないんですよ、こうサングラスでもなくて、なんかこうこれ何なんですかね、あれはヘルメットとセットなのか、ヘルメットを取ったらこれはまた別であって、どうやってついてるのか、ヘルメットとセットなのかなっていうのとかもちょっとわかんないんですけど、シャアも人気でしょ。シャアかっこよかったです、そのセリフの、言い方、喋り方、シャアの喋り方、お話の仕方かっこいいね。でこう腰にこんな感じ手当ててなんか言ってるんですけど、メモにね、シャアかっこよ、腰に手当ててかっこよって書いちゃうぐらいかっこよかったです。ね、ここでモビルスーツって言葉が出てきて、でシャアはジオン公国の人なんですね、ジオン軍なんですね。でシャアは連邦国のなんか統治をで、シャアがいて後ろにいる人がなんか盗聴してるんですよ。でそこでなんか通信を受信して、連邦国が盗聴だから、じゃあジオン軍が盗聴してる、連邦国がどっかに電波飛ばしてるやつを盗聴したら、その暗号かなんかの言葉が CC2 なので、 CC2 ってなんだろうって感じなんだけど、その CC2 って暗号を聞いてシャアは、まあこれで連邦国もモビルスーツを作ってるっていうことを確信するの。CC2 って何なんだろうって感じだとのと、シャアはその CC2 って言葉があることによって連邦国もモビルスーツがあるっていうのを分かったっていうのをすごいなって思いました。でまた場面変わって、最初に映ってた緑のやつ2体はジオン軍のやつらで、で名前がデニムとジーンなの。デニムとジーン、それってデニムとジーンズから来てるのかなと。であともう最初は 3体いたでしょ、もう一人の名前はスレンダーなの。スレンダーデニム、スレンダージーンズ、スレンダーデニムジーンズ、そこから来てるのかなとか思うけど、全然関係ないのかもしれないんですけど、でもそう思ってもしょうがないよね。なんかいや分かんないですけど、でまあ とにかくそのジーンとデニムがは連邦国に偵察に来てるので、まさしく連邦国のモビルスーツを発見するので、それを我々は偵察なんだから報告するだけでいいのに、ジーンはちょっと出世願望が強くて、今自分がこれを壊せば手柄になると思ってこう壊しに行こうとしちゃうの。でもデニムはやめなさいって言うんだけど、その壊しに行こうとするジーンがその時セリフで、
シャア少佐も戦いで勝って出世したんだっていうの。それってさ、じゃあシャア少佐ももともとは割と、いや最初からシャアは高い地位にいるんじゃなくて、もともとは結構下っ端兵士だったのに、こう叩き上げというか自分で実績をどんどん作ってって上に出世してったのかなっていう、そういうことなの、匂わせというかそういうことなのかなっていうのをなんとなく思ったんですけど、全然違ったらごめんなさいね。でそのジーンはモビルスーツにこう爆破というか壊そうとするので、場面変わってその連邦国の市民たちがこう防空壕みたいなところに避難してるんですよ。でその防空壕は防空壕って呼ばないで対比カプセルっていうらしいんですね。でその対比カプセルでみんなすごい揺れ振動するから、何かしらみたいな、隕石かしらとかって言ってるんだけど、そこにアムロももうフローボーと一緒に避難してて、でこれは爆破の振動だみたいな、でこんなところにいたんじゃ、こんな対比カプセルじゃダメだと思って外に出ようとするのよ。でその外に出るのもこうスイッチでビョーンとかって開くんじゃなくて、こういうさ回してさ、こうやってグーって開けるやつなの。で扉も二重になっててさ、でそこを開けたらまたなんか他にもこう何室かあるのかなっていう感じの作りになってて、へえすごいって思いながら、で外出たら、アムロが外出たら目の前にこうジオン軍のモビルスーツザクだみたいな、でここでまさしくこのさっきの緑のやつはジオン軍のモビルスーツで名前がザクなんだっていうのを、もっとちょっと前の方でも言ってたかもしれないけど、そこで視聴者は認識、再認識っていうかこう確実にそうなんだって思いました私は。で それで出てきて、アムロ外出ちゃったでしょ、で危ないじゃん。そしたら米中の軍服に赤のなんかポイントみたいなの入ってる人が車に乗って、危ないから避難しなさいみたいなことを言ってビューって行くのよ。で思ったんですけど、ベージュと赤ってかっこいいなと思って、なんかいい色合いですごく洒落てるなと思いました、ベージュと赤って。でまあアムロをそうやって避難しなさいって言われて、でもその避難しなさいってさっきまで言ってた人たちが爆破によってブーンって飛ばされちゃう、うわーっていう感じなので、なんかその大切そうな書物みたいなのがブワーって飛んでアムロの近くに落ちるの。後々それをアムロは見読むんだろうなって思いながら落ちるんですよ。で CM に入るんですけど、ネットフリックスで見てるんで CM はなくて、でこういうアニメ作品ってこう CM に入る前にちょっとしたアニメーションがあって、本編ピューンみたいななんかあって CM 入って、 CM 明けにまたアニメーション、ちょっとしたアニメーションがあって本編戻ったりするじゃないですか。でガンダムのそのアニメ CM 入る前のこれなんて言うんだろうね、それ初めて見たんですけど、びっくりっていうか驚きました。なんか ルパン三世のアニメーションとか CM 入る前にルパンでさーって言って車にかって乗り込むルパンであったりするでしょ、あれなんかかっこいいなって思うんですけど、ガンダムのやつはなんかピヨーンみたいな音にヒョーンドンドンシャーって言うの。で CM ないからそれが2回連続で来るんですけど、ピヨーンっていう音にチョーンチョロンチョン
シャーで、またもう一回ビューンデルンテンシャーで、これなんかが、うん、いや可愛いなって思いました。なんかシャーシャー、なんかこれもこのシャーはあのシャーにっていうかシャーって言ってるのかな、シャーって聞こえたんだけど、でもなんかまあ短くて端的で、で機動戦士ガンダムって出ててあれなんですけど、なんかまあ今後も見ていく時に言っちゃいそうだなって、シャーって一緒に言っちゃいそうだなって思いました。うん、なんか、うん、ほほえましいというかで、それでまた本編に戻るんですけど、まあ退避カプセルだけじゃ危ない、もう耐えられないからっていうので人々が他の場所に避難しに行くんですけど、退避カプセルにそんなに人たくさん入ってたんだっていうぐらいの人数がブワーって出てきてて、いい退避カプセルアリの巣みたいになってたんだなっていうのが衝撃だったのと、こうねこうやってアムロの元にの近くにさっき大切そうな書類が落ちてくるんですけど、そういうのもなんかどういう運命なのか必然なのか偶然なのかみたいな、でそれをたまたまアムロも手に取ってみたら、その連邦国軍のモビルスーツの説明書というか、でそれを見てコンピューター管理で操縦教育型タイプコンピューターっていうのを知るんですけど、1979年の段階で教育型タイプコンピューターってなんかそういう発想、いやもっと前からあったのかもしれないけど、なんかそんな昔からあったんだっていうことにすごい感動したのと、でそんな人々がこう退避してる中、いやまだまだ爆発は続いてて、人々がわーって飛んでこう重なったりしてるところとか映って、でそこの真ん中ら辺でちっちゃい子が「畜生!」っていう言うの、そこなんかちょっと可愛いなって思ったのと、でその後アムロがお父さんを見つけて駆け寄ってくんですよ。でなんかホワイトベースって言葉が出てくるんですけど、ホワイトベースってなんだろうなって思いながら、でその時に父親が避難民よりもガンダムが先だっていうので、アムロが多分その声を聞いちゃって、人間よりもモビルスーツの方が大切なんですかっていうのよ。でまあね、ああ父親と息子とあんま良好な関係じゃないんだなって思って、でこうホワイトベースに早く行きなさいっていうアムロお父さんに言われるんだけど、アムロもホワイトベース分かんなくて、ホワイトベースって言ったらこう入港している軍艦だって言うのよお父さんが。で、あ、ホワイトベースは入港している軍艦のことなんだっていうのがここで初めて分かるんですけど、でウラウボーがアムロみたいな風に駆け寄って行ったら、ちょうどそこで大きい爆発が起こって、フラウボーもバーって飛ばされて、でアムロが駆け寄ってて、フラボーフラボーって言うんだけど、アムロはアムロじゃん、ハヤト君もハヤト君だったじゃん、でフラボーはフラウチョンボーで、ファーストネームファミリーネームでしょ、なんでフラボーだけフルネームなんだろう、呼ぶんだったらフラウじゃないのかなとか思いながら、でそのちょっと手前でフラウボーのお母さんがフラウって呼んでるんだけど、やっぱほら母親はフラウボーって呼んでないのよ、フラウって呼んでるのよ。でアムロはフラウボーって呼んでて、ハヤト君もフラウボーって呼んでるの、なんでなんだろうって思いながら、でもまあそんなことよりもさ、その爆破によってフラウボーもわってこう衝撃波で飛ばされるし、しかもフラウボーのご家族が亡くなってしまうんですね。でもうフラウボーはもうはあ
絶望というか うって泣いちゃうんですけど、でもその泣いてもいられないの、その場所も危ないから。でアムロがフラウボーにこう港まで走るんだ、走れるなフラウボー、僕もすぐ行く、走れフラウボーって言うの。こういうさ、こう登場人物が目の前で耐え難い、もうどうしようもないこう悲惨な目にあってさ、でももうその場でうーって悲しみたいけども、悲しんでもいる時間もないっていうかさ、もうすぐそこの場を去らなきゃいけない、こうなんかもう大切なものを置いてそこを行かなきゃいけないっていう時にこういうセリフある出てくるじゃん。なんかそういうのグッときますよね。で泣きながらもヨロヨロしながらもなんとか頑張って走ってフラボを行くんだけどさ、アムロはその姿を見て自分もうってこう涙が出て、で決心するの、自分がなんとかしなきゃと思って、こう手に持ってるそのガンダムのモビルスーツ、連邦国軍のモビルスーツの説明書みたいなのを持ってさ、で目の前にあるそのモビルスーツに乗るのよ。で乗って、で、あ、これがこうかこれがこうかみたいな感じで動かしちゃうの。でエネルギー原因がどうのこうのとかってセリフ言うんですけど、エネルギー原因ってなんだろうって思いながらこうビューって上が閉まって、こう目の前の液晶がビューンって光ったら外の状況が見えて、右と左にも液晶があって、これでこう全面見えるようになってすごいなって思いながら、でこのジーンがさ攻撃してくるんだけどさ、こうまだそのガンダムはなんかちゃんと立ってないのよ。でだからこうアムロがさこう一生懸命こうどうやって立つんだみたいな感じで立たせるんだけどさ、立てみたいなところでさ、この1話のタイトルじゃん、ガンダム大地に立つ、そういうことかみたいな風に思いながら見てたんだけどさ、でなんとか立たせようとしている時に、ガンダムってここからレーザーみたいな、レーザーなのか銃弾なのか、銃弾じゃないよね、こう攻撃できるんですね、この頭のこの辺からポポポポポンって出てて、あそうなんだそういう作りなんだとか思いながら、でなんとかガンダム立ちまして、こうでも武器の仕方がわからないのよアムロで、この座席の右側からこうやってなんか引っ張ってきたやつでなんか撃てるっていうのが分かって撃ったりするんですけど、でも結局はなんかこうもう素手で、ガンダムだけど素手っていうのかな、素手でもう掴みかかってもう勝負するので、こう回避しようとするのよ、ガンダムに押されて、そのジオン軍のモビルスーツザク、デニムとジーンはこうジーンはちょっと負傷しちゃって、でジャンプできるかみたいなことデニムに言われて、そのスレンダーの待機してるところまでジャンプできるかっていうんだけど、あ移動のことジャンプって言うんだなっていうのと、こう飛ぶわけじゃないんだ、ジャンプなんだって思いながら、でなんとかできますみたいなこと言ってビューって飛んでくんだけど、そのアムロが逃がすかって言って、その武器がねここになんかアンテナみたいなのが出てて、私てっきりそこからロケットが出るのかなと思いきや、それ刀なんですね。でね、二刀流の刀とかさこうやって出したりしますもんね。でもその時は一本だけ出して、もうジーン真っ二つよ、これモビルスーツ真っ二つにできるんだっていう、なんかライトセーバーみたいなさ、ビヨーンってさ、なんか赤ピンクみたいな赤いのがこうバーって発光してて、それで真っ二つので、ザクバーンってなってさ、その地面に穴が開いちゃって、で宇宙空間なのよ、穴の外が、あ人工都市だもんなって思いながら、でそこでさ、おそらくお父さんテムさんがさ
その宇宙の方にピューンと飛ばされてっちゃってるんですよ。でどうすんのかな、どうなっちゃうんだろうって思いながらもまだ戦い続いてて、でデニムがよくもジンオーって感じでそのアムロの方にガーって行くんですけど、その時アムロがモビルスーツのエンジンをやればサイドセブンもやられちゃうかもしれないっていうセリフを言うの。でこのセリフの意味が全然わかんなくて、モビルスーツのエンジンをやればサイドセブンもやられちゃうかもしれない、サイドセブンってそもそもサイド3よりももっと先があったんだ、サイドセブンもあるんだっていうのと、でここサイドセブンだったんだっていうのと、でもまあアムロ考えてそのデニムの方は爆破しないでその剣を、モビルスーツザク、ジオン軍のザクにブスッって刺して動かないようにしたで場面変わってまたシャアが出てくるんですよ。でシャアがでスレンダーはジオン軍の方に退避してきてピューンって移動してるのが見えて、でシャアが認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものをって言うんですけど、若さゆえの過ちって今若くて若さゆえの過ちを認めたくないのか、過去の自分の若さのゆえの過ちを認めたくないのか、どういうことなんだろうって思いながら思ってたら、次も次回予告になって、で次回予告はどうやらアムロとシャアの戦いっぽくて、でこの連邦国軍側のモビルスーツにアムロが乗ってるっていうのもみんな分かってないわけですよね。で乗ってたっての分かってないし、あとテトさんが宇宙空間に多分ビューンって行っちゃってるだろうし、それってまずいことなのか、この何なんだっけ、宇宙世紀 WO79 では割とすぐ戻ってこれることなのかっていうのもちょっと分かんないし、どうなっちゃうんだろうっていう感じなんですけど、そこから次回予告やってからエンディング曲なんですね。なんか最近のアニメはエンディング曲、どっちだろう、エンディング曲やってから予告とかもあるけど、最後に先に次回予告なんだっていうのと、エンディング曲、ガンダムのエンディング曲私初めて聞きました。あの振り向かないでって言ってる、アムロ、アムロ振り向かないで、あれ振り向いてじゃないですよね、ムーミンはこっち向いてだけど逆なんだなとか思ったから、振り向かないで、なんかエンディング曲っていう感じの曲でしたね。これもなんか見てたら、ああこのこと言ってるのかとかいろいろ思うのかなっていうような曲でした、はい。1話見てこんな感じなんですけども、1話見て分かったことは、サイド3がジオン公国となって独立戦争を地球連邦政府に挑んでる、そしてもうそこから8ヶ月経ってるんですね。でジオン公国は緑と赤なのかな、軍服のモチーフが、でモビルスーツザックも緑、よもぎ色と若草色で、であとアムロのお父さんは軍事技術者であるということ、そして地球連邦政府が秘密裏に用意してたのがガンダムで、第1話ではアムロがそれに乗ってザクをやっつける、まあ追っ払うっていうことでお間違いないでしょうか。第1話で1話を見た感想なんですけれども、まあ、面白かったか面白くなかったかで言うと、なんかまだよくわからない
ていうのが、でもまあよくわからないわけじゃないけど、まあまず第1話ってこう登場人物の説明とか、あと状況、こういう状況ですみたいなのの説明がたくさんね詰め込まれると思うんですけど、にしてもこの機動戦士ガンダムの第1話で各キャラクターのなんかバックボーンみたいなものもちょっと垣間見えたりとか、あとなんかいろんな設定がめちゃめちゃ緻密でよくできてるアニメなんだなっていうのをものすごく感じました。まだ1話でだから、もっと2話3話4話と言ってたらもっといろいろあると思うんですけど、なんかすごいなって思いました、うん、では次は第2話を見ていこうと思います。それでは第1話の感想を最後まで見てくださりありがとうございました。機動戦士ガンダム第1話、ガンダム第一に立つびっくりマークびっくりマークの感想でした。ありがとうございます。